マです。今回はですね、生まれてウーマの最新版のドドン、生まれてウーマベイビーで遊んでいこうと思います。イエイ。この卵の中にはお世話グッズが5個も入っているそうなので楽しみです。生まれてウーマベイビーはこれまでのウーマとは違って赤ちゃんなんだって。ずっと赤ちゃんらしいです。だから成長はしないらしい。しかも卵の中に赤ちゃんをあやすアイテムがたくさん入っていて、お世話ができるみたいです。ということで、ひまがママになってウーマのお世話をします。では早速卵を温めていきます。今までと割ることが違う。てっぺんが割れていった。すごい。ほら、もうここにいる。青、男の子来てるんだ。こうやって見て、これは男の子ですね、青だから。あ、この音楽は頭にくるくるくるって。というわけで生まれました。イエーイ。女の子でした。こっちが男の子で、こっちが女の子です。じゃあ卵からちょっと取ってみます。女の子から。おお、おむつ履いてない、この子。すごい、かわいい、めっちゃかわいい。前回のウーマと全然違う。首も動くし、ここについてるし、口バクバクしてる。歌ってる。卵の中もこんな感じ、アイテムが入っています。じゃあこっち男の子も開けます。生まれた。おお、あ、バクバクしてる、バクバク。後ろには羽がついています。そしてパクパクしてて、ここについてるんですね。で、これなんだ、あ、もふもふ。で、ここにちゃんとおむつも入ってて、かわいい。もう双子ちゃんじゃん。で、男の子の方もこんな感じで入ってます。じゃあこのアイテム開けてみよう。まず男の子の方から開けます。これ開けます。開けるとこんな感じで、じゃじゃん、H が書いてあるヒマの日みたい、ウーマミニちゃんが入ってました。あと串が入ってました。串です。はい、じゃあこのちっちゃいところを開けてみます。それがじゃん、なんだろうこれ。あ、ガラガラか、ガラガラだ、ガラガラです。はい、じゃん、ガラガラが開いてます。最後はこの大きいところを開けてみます。哺乳瓶が入ってます。はい、じゃあ次こっちを開けてみます。同じくこれガラガラです。こっちはピンクなんですね。さっきとちょっと違うんだけど、同じくこういうやつが入ってます。あと串ですね。ということで、ここは哺乳瓶が、イエーイ、哺乳瓶が入ってました。中に入っていたのはこちらのハイチェアですね。ここに赤ちゃんを座らせるんです。こうやって泣いてるの？はいはい。あー、お緑になった。こちらの哺乳瓶ですね。毛を溶かすブラシですね。抱き人形ですね。抱き人形で、ガラガラです。ガラガラーってやるやつですね。はい、では早速ママになってお世話していきます。というわけでエプロンもつけてみました。そしてお揃いです、ヘアバンド、イエーイ。あとこのよだれかけもつけてみました。じゃあちょっとお世話していきます。忙しいですね。
なんだなんだ、泣いちゃってますね、泣いちゃってますね。大丈夫ですか？はい、忙しい忙しい、看病。寝ちゃった。串で溶かします。お、見て、大丈夫？かわいい。ブレイグーって言った？ガラガラだよ。どうかな。ガラガラ。双子は大変ですね。じゃあたくさん遊んだ後はお昼寝しよう。はい、じゃあお昼寝しようね。あ、寝ちゃダメ寝ちゃダメ。はい、お昼寝しようね。寝ちゃったかな。じゃあ私も。双子の赤ちゃんのお世話って大変。でも楽しいし可愛いし幸せ。そしてもう一つ、ウーマミニシーズン4も新登場。今回はなんと光を当てたら光ったり、光らせて遊ぶプレゼントも出ました。どんな感じかというと、じゃーん、こんな感じ。すごいね、いっぱいあります。こちらがトロピカルパーティーアイランドで、こちらが星降る滝で、こちらがゆらゆら砂漠です。こんな感じでね、ウーマミニちゃんたちもあるということで、早速ね、遊んでいきたいと思います。こんな感じでケース付きのものもあったり、こんな感じでクリスマスバージョンもあります。というわけで、クリスマスのやつの中身はこんな感じで、リースを持ってる子が出ました。かわいい。でね、このカバー付きのやつね、開けてみたらね、じゃあモフモフのユニコーンちゃんが出ました。かわいい。はい、じゃあ早速遊んでいきたいと思います。これ電池入れたらピカピカ光るんです。押すたびに変わるんです。チカチカとか、ほらすごい。まずここを押してみます。で、ここもう一度押してみます。みたいな感じで、次ここ行こう。ここは押します。ほら光ります、光ります。ほら、こんな感じで光るんです。この子もほら、ハワイみたい。これとかほら。じゃあ遊んでいこう。ほら、イエーイ。これが一番好き。
してもう一つ、UUUMのアプリが出たということで、少しだけ紹介します。このアプリは、UUUMミニを集めるアプリです。ゲームで遊ぶと、卵をゲットできるんですよ。生まれたUUUMには、おやつをあげたり、シャワーをしたり、お世話ができちゃいます。ちょっとやってみます。イエイ、よいしょ、こんな感じで、これでどういうのなんだろう、こうやってやってUUUMミニを集めるそうです。これはこれでまた後で集めてみます。楽しいな。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回は生まれてUUUMベイビーとUUUMミニシーズン4、そしてプレイセットUUUMアプリで遊んでみました。これまでにない赤ちゃんUUUMはめっちゃ可愛くて、お世話グッズも楽しいし、光るUUUMミニやプレイセットもいろんな遊び方ができるので、ぜひみんなも遊んでみてください。生まれたUUUMについては概要欄にリンクを貼っておくので見てみてください。めくったらあるよ。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタとサブチャンネルのヒマヤラ TV もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。めっちゃにぎやかなんだけど、スイッチオン。